最強の下忍ランキング。ナルトの世界の忍びには上忍、中忍、下忍という階級が設けられているけれど、同じ階級のはずのキャラクターでもその実力にかなり差がある印象よね。確かにな。特にそれより上の階級が存在していない上忍や、アカデミーを卒業した生徒が一律で割り振られる下忍は同じ階級内であってもキャラクターによってその実力差が激しくなっている。下忍の中でも上位の実力を持つキャラクターは、どのくらいの実力を持っているのかしら？というわけで今回は、最強の下忍ランキングを紹介していく。今回のランキングで取り上げるキャラクターは、基本的に作中で下忍であると明言されているキャラクターであるため、下忍である可能性が高くても作中で階級について語られていないキャラクターに関しては除外させてもらった。チャンネル登録お願いします。第10位はカリンだ。オロチマルの部下として南アジト監獄の管理者を務めていて、サスケがオロチマルに反旗を翻した後には彼率いる正体に加入したキャラクターね。カリンは主人公である渦巻ナルトと同じ渦巻一族の末裔であり、戦争で滅亡した故郷から母親と二人逃げ出した後、草隠れの里に流れ着いている。しかし、親子揃って自分の体を噛んだものを回復させる能力を有していたことが災いし、草隠れの里では回復薬として奴隷同然のように扱われており、ナルトたちが初めて参加した中忍試験にも参加している。中忍試験では第二の試験で犯人とはぐれ窮地に陥るも、サスケに助けられたことでなんとか生存し草隠れの里に帰還するが、結果を残せなかったことで激戦区へと送り込まれる。そして、彼女の能力に目をつけたならず者にさらわれそうになったところをオロチマルに助けられ、そのままオロチマルの部下となっている。作中の描写的にオロチマルの部下の中でもかなり待遇が良さそうな感じだったわよね。カリンはおそらく中忍試験の第二の試験で脱落しており、その後も中忍試験に参加している気配はなさそうなので、中忍に昇格しているということはないだろう。そんな彼女の戦闘能力は他の下忍に比べてもそこまで高いというわけではないが、自分の体を噛んだものを回復させるという特殊能力を持っていたり、カグラ神眼という一定範囲のチャクラの識別と感知することが可能な術を使用できるなど、サポート役としての能力は作中トップクラスと言っても過言ではないため、今回紹介させてもらった。サスケ率いる正体が自由に行動することができたのも、カリンの感知能力によるものが大きいわよね。第9位はサルトビコノハマルだ。三代目ホカゲを務めていたサルトビヒルゼンの孫で、ナルトの弟分的な立ち位置のキャラクターよね。ナルトの息子であるボルトたちが所属する第7班の担当上忍を務めるボルトではともかく、まだ下忍だったナルトではそこまで目立った活躍もなかったイメージなんだけど、なぜこのハマルがランクインしているのかしら？まだアカデミー生だった第1部から第2部に入って下忍へと昇格したこのハマルは、兄貴分でもあるナルトから教えられた影分身と螺旋眼を習得している。この2つの忍術は共にかなり習得難易度の高い高等忍術で、この二つの術を習得しているだけでも他の下忍に比べてかなり優秀だ。さらに、暁のリーダーの長戸が操るペイン陸道が襲来した際には、下忍として非戦闘員の避難誘導の任務に従事していたが地獄道と交戦することとなり、特別上忍のエビスですら叶わなかった地獄道を影分身と螺旋眼のコンビネーションで撃破するという大金星を挙げている。また、アニメオリジナルストーリーではペイン襲来後にナルトと共に中忍試験に参加。ナルトに一撃を与えただけではなく、ハンデとして戦術の使用を禁止されていたナルトが戦術を使用してしまったことから反則勝利を勝ち取り、兄貴分のナルトよりも先に中忍に昇格している。一人一人が非常に高い実力を持つペイン陸道の一人を下忍が撃破するなんて、確かに大金星と言えるわね。第8位はロックリーだ。ナルトたちより一つ年上の世代で、第5班に所属するキャラクターね。ロックリーは第1部と第2部の間で中忍に昇格しているが、第1部の間は下忍だったキャラクターで、ナルトたち世代とともに中忍試験に参加している。そんなリーは忍術に関しては全くと言って良いほど才能がなく、基本的な術すら使用することができない。しかし、その分人の何倍も努力を行ってきた結果、その身体能力と体術に関しては下忍レベルをはるかに超えている。特に、8つある体のリミッターを強制的に外すことで一時的に爆発的な能力を発揮できる八門遁甲を、第1部時点で5つ目の都門まで解放することが可能なのは相当なことなようで、上忍の中でも上位の実力を持つかかしですら、努力でどうこうなるものじゃないぞ、あの子、やっぱり天才か、と驚く様子を見せている。シャリンガン海岸後のサスケですら追いつけないほどのスピードを発揮したりと、とても下忍とは思えないほどの実力者よね。でも、そんな実力の持ち主ならもっと上位でもおかしくないと思うけれど、リーはなぜこの順位なのかしら？確かにリーは下忍とは思えないほどの戦闘能力を持ったキャラクターだ。
ただ、作中での戦闘は音人戦やガーラ戦、キミマロ戦など、文句なしの勝利を収めることができたことはほとんどない。そのため、今回はこの順位とさせてもらった。第7位はヒューガネジだ。リーと同じくナルトたちより一つ年上の世代で、第5班に所属するキャラクターね。ヒューガネジはこのハガクレの里の名門一族、ヒューガ一族の分家出身のキャラクターだ。分家の出身でありながらヒューガ一族始まって以来の天才と呼ばれるほどの才能の持ち主で、宗家のみに伝承される八化粧回転などの術を独力で習得するという様子を見せている。さらに、ヒューガ一族の血系限界である逆眼の特性上、戦闘能力だけではなく感知能力にも優れており、非常にオールマイティな能力の持ち主であると言える。正直、戦闘能力だけを見れば第一部時点のネジ取りにはそこまで大きな差がないと考えられるが、音の4人衆の一人である機動丸に勝利したという実績や、周囲から当時のこの葉隠れの里の下人の中で最強と称されており、第2部ではこの葉隠れの里の下人の中で一人だけ上人に昇格していたという描写から今回はネジの方をリーよりも上位とさせてもらった。登場当初は宗家との確執から少しトゲがある言動のキャラクターだったけれど、ナルトとの交流を通してだんだん丸くなっていったキャラクターだったわね。第6位はガーラだ。砂隠れの里出身のキャラクターで、ナルトたちと同じ中忍試験に参加していたキャラクターね。チャクラを用いて砂を操ることを得意とするだけではなく、一尾の人中力でもあるガーラは第1部で登場したナルトたちと同世代のキャラクターでは最強クラスであると言ってもよく、中忍試験の第2の試験ではそれまでの最短記録を4時間以上も更新する97分で死の森をクリア。さらにガーラは全くの無傷であり、そのようなことは現役の中忍であっても不可能であると言われているため、この時点で中忍を上回る戦闘能力を有していることがわかる。また、第5門を解放したリーにもかなりギリギリながら勝利を果たしており、この葉隠れの里の同世代のキャラクターと比べても高い戦闘能力を持っていることがわかる。実際、第2部では上忍どころか風影にまで就任しているわよね。そうだな。しかも、第1部終了から第2部開始までの期間は約2年であり、そんな短期間で下忍から風影に就任するなんてとんでもないスピード出世だ。また、ガーラは正規部隊に転属して風影にまで上り詰めたそうだが、あまりにも短期間であることを考えると中忍、上忍、風影と順当に昇格していったというよりも、下忍のままで風影になった可能性もあるかもしれないな。もしそうだとしたら凄すぎるわね。第5位はマイトガイだ。リーやネジたちが所属する第5班の担当上忍を務めるマイトガイの父親ね。マイトガイは30歳を超えても中忍に昇格することができず、年下の若者たちからも万年下忍と揶揄されるほどのキャラクターであった。しかし、約20年間という時間をかけて八門遁甲の陣を習得しており、任務中に切り隠れの忍び刀七人衆と遭遇した際、息子の害を守るために指紋を開いて八門遁甲の陣を発動。上人の中でも上位の実力を有しているであろう忍び刀七人衆のうち4人を殺害し、残る3人にもトラウマを植え付けるほどの活躍を見せている。害はその戦闘後に指紋を開いた代償で死亡してしまったものの、その思想は息子である害やその弟子であるロックリー。さらにはその子供であるメタルリーに着々と受け継がれている。忍び刀七人衆と7対1という不利な条件で戦闘を行ったにもかかわらず、その半分を殺害するなんて凄すぎるわね。いくら大切なものを死んでも守り抜くために八門遁甲の陣を使用するという人道を自分に課していたとはいえ、中忍試験で第1門や第2門あたりを開いていたら中忍昇格することもできていたんじゃないかしら。第4位は丸星小助だ。本編にそんなキャラクターいたかしら。丸星小助は、アニメオリジナルストーリーで登場したキャラクターだ。アニメオリジナルキャラクターの中でもスタッフのお気に入りなのか、初登場のナルトと老兵という話だけではなく、他のアニメオリジナルストーリーにもちょい役ながら2度の再登場を果たしていたりする。確かに、どれだけ印象的なアニメオリジナルキャラクターでも、2回も再登場を果たしているキャラクターはほとんどいないわよね。そんな小助は約50年間下忍であり続けるキャラクターだ。と言っても、マイトダイのように中忍に昇格できないため下忍であり続けるというわけではなく、自分から昇格を断り続けている。え？普通は下忍から中忍に昇格できるってなったら喜んで昇格するわよね。なのに小助はなぜ昇格を断り続けるのかしら？若い頃の小助は中忍に昇格したいと思うあまり功を焦って無謀な命令を出してしまい、仲間を亡くしてしまっている。そのことを悔やむ小助は償いとして一生下忍でいることを決意したのだ。その覚悟を認めた二代目火影から直々に鍛えられたことで、小助は下忍とは思えないほどの戦闘能力を身につけており、三代目火影からは上忍に昇格するように説得されている。
さらに、食料調達や料理、野営場所の確保など戦闘能力以外の能力にも秀でており、50年間忍びとして活動してきただけあってその経験も並の下人とは桁違いだ。そのため、今回はコスケをこの順位にさせてもらった。アニメオリジナルキャラクターにもそんなキャラクターが存在していたのね。第3位は薬師兜だ。オロチマルの副審を務めていて、第4次忍海大戦ではオビトたちの側について忍び連合軍と戦闘を行ったキャラクターね。というか兜って下人だったかしら？正直、スパイとして活動していた兜の階級に関しては謎が多く、彼が本当に下人なのかは少し疑問が残る。ただ、彼がかつて所属していた暗部妖精組織であるネワ、ナルトたちが所属する正規部隊からは独立しており、その階級に関しても正規部隊とは別であると考えられる。また、スパイとして中任試験に参加できているということは、それまでに中任試験に合格した経験がないはずなので、なんならナルト最終話の時点でも下人のままである可能性が高い。なるほど、そういうことなのね。そんな兜の実力は非常に高く、戦闘面だけではなく医療忍術などにも秀でており、第一部の時点でオロチマルは兜の実力を上忍であるカカシと同程度と称している上、綱手と戦闘を行った際には兜の術のセンスを前世紀の自分を超えると認めているほどだ。さらに、サスケがオロチマルに反旗を翻した後には自身のアイデンティティを確立するためにもオロチマルの細胞や柱間細胞をその身に取り込んでおり、仙人モードを得得するなどその実力は急激に増している。作中ではイタチとサスケのコンビに敗北してしまったものの、その実力は波の下人とは比べ物にならないことは間違いない。確かに作中終盤の兜は下人のキャラクターだけじゃなくて、作中の全キャラクターと比較しても上位の実力を持っていたものね。第2位はウチハサスケだ。主人公である渦巻ナルトのライバルでもあるキャラクターね。ウチハサスケはもともとこの葉隠れの里の下人であったが、里抜けをして抜け人となっているため、厳密には下人というかそもそも忍びであるのかどうかも怪しい状態だ。しかし、その実力は非常に高く、永遠の万華鏡シャリンガンを開眼しただけではなく、大筒木羽衣から力を授かったことで左目には輪廻シャリンガンを開眼。第4次忍海大戦後の忍び界では最強の忍びであるナルトに唯一対抗できる能力を持った存在となっている。作中終盤ではナルトと協力してラスボスである大筒木かぐやの封印に大きな貢献を果たし、ナルトやカカシの口添えもあったことで里を抜けたことや五影階段を襲撃したことは許されているようだ。第4次忍海大戦後は食材のために各地を旅した後、七代目火影となったナルトの指示に従って大筒木の痕跡を調べるなどの重要な極秘任務に従事している。ただ、彼が中忍や上忍に昇格しているのかは不明であり、もしかしたらボルトにおいても未だに下忍のままなのかもしれないな。ボルトでは2回目の中忍試験でサスケの娘のサラダが中忍に昇格しているし、もしサスケがボルトでも下忍のままだとしたら娘よりも階級が下の父親という構図になってしまうのね。第1位は渦巻ナルトだ。ナルトの主人公で、最終話では7代目火影と就任したキャラクターね。第1部で初めて中忍試験を受けたナルトは第3の試験本戦まで進出するも、不合格となってしまっている。その後、アニメオリジナルストーリーでは2回ほど中忍試験に関する話が描かれているが、第1部と第2部の間に行われた中忍試験には地雷屋と共に主要の旅に出ていたため物理的に参加できず、第4次忍海大戦の直前に行われた中忍試験ではハンデとして禁じられていた仙人モードを使用してしまい、このハマる相手に反則負けを喫したことで不合格となってしまっている。その後は、第4次忍海大戦で大筒木かぐやを封印するなど忍び連合軍に大きく貢献。ナルトの最終話ではその功績もあってか7代目火影と就任している。それでも作中の描写的に第4次忍海大戦の終戦から7代目火影就任までかなりの期間が空いたわけだし、その間に中忍や上忍に昇格したんじゃないのかしら？確かにその可能性もあったんだが、劇場版のボルト、ナルトザ・ムービー公開記念のインタビューで、作者自身がナルトは下忍のまま火影になったと語っていたことや、ボルトにおいてナルト自身がなんだかんだで中忍試験受けていないから俺も下忍のままと発言していたことから、下忍のまま火影になったことが判明している。作中最強クラスの戦闘能力を持ったキャラクターが実は下忍のままとか普通ありえないわよ。でも、そんなところもナルトらしいといえばナルトらしいと言えるのかもね。チャンネル登録お願いします。というわけで今回は、最強の下忍ランキングを紹介してきた。ナルトには下忍とは思えないほどの戦闘能力を持っているキャラクターが数多く登場しており、こんなキャラクターたちと比べられたり、同じ中忍試験に参加しなければならない他の下忍がかわいそうに思えてくるな。今回の動画に関する感想や、意見があったら、コメントで教えてもらえたら嬉しいわ。
この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。